KIT 賞金トーナメント優勝、平田浩志郎選手、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、試合の感想どうでしたか？まあ、どの試合も強い選手とで、もうすごい疲れました。はい、じゃあちょっと振り返り、1回戦の相手グラント・ボグダノフ、どうですか？すごい足カンクルなってすごい分かってたんで、まあ、練習から本当に意識してやってたし、まあ、本当にたくさん人の倍頑張って練習してるつもりなんで、全然自信持ってできました。はい、じゃあ、前グラントとは練習したことあったんですよね？3年前ぐらいですかね。でも、じゃあ、じゃあその頃とは全く違ったと。そうです。じゃあグラントその、フィジカルさみたいなのはどうでした？グラントはミドル級から73キロに落としてきました。そこについてはどうでしたか？まあ、僕もフィジカルで負けないように毎日フィジカルトレーニングも してたので、まあ、それが実ったかなって感じです。最近話題の高志郎トレーニング、まあ、はい、じゃあそれで、勝てたと。はい、はい、じゃあ、準決勝、はい、大塚選手どうでしたか？大塚選手も、まあ、そのケイトさんとかショヤさんやってて、まあ、50とか入れるタイプの選手で、まあ、僕的にはすごい、まあ、強かったんですけど、まあ、読みやすいというか、まあ、何来るかなって大体予想できたんで、まあ、パスもすごい行けました。そう、大塚選手は決めるっていうよりもポイント勝ちする選手っていうか、そのアドバンテージがそういうゲームで勝つ選手っていうようなイメージありますね。はい、でその分ではちょっとやりやすかった部分もあったと。はい、はい、で決勝戦、森戸選手どうでしたか？もう、そうですね、まあ、普通にライトで優勝してて、すごい今、まあ、有名というか、すごい、そう、今、優勝候補筆頭でした。やっぱ JBJ でも、ね、全日本を見ても全社一本勝ちで優勝してたんで、その勢いのまんま来るのかなと思いきや、そこを止めた平田浩志郎、どうですか？まあ、僕の練習してる相手もすごいもう全然差とか全然ないと思うんで、もういつもその人たちとたくさん練習してて、全然、気持ちで絶対勝つって思っていきました。はい、今大会はね、もう平田浩志郎サクセスストーリーと言ってもいいんじゃないでしょうか。その KIT トライアルでの優勝、そして本戦出場で、トーナメントで唯一のチャオビー、そして決勝戦で JBJ 全日本王者を破っての優勝、このサクセスストーリーどうですか、平田浩志郎？まあ、全然本当に多分試合してる相手よりも僕の方が充実で生活してて、まあ、朝から本当に朝早く起きて、もうきついけど、まあ、朝起きて練習行って、夜も指導で11時ぐらいに終わって、もうなんか全然充実してる時間が僕の方が全然上だと思ってるんで、本当に、まあ、黒帯なんですけど、もう負けられないなって、逆にそんだけやって僕負けたらもうどうしようって逆に思ってたんで、全然自信がありました。ね、平田浩志郎、まあ、ね、青帯の時から知ってますけど、当時はね、喋らなくて、もう挨拶もできないような男だったのが、まあ、雄弁に語るようになりました。本当に平田浩志郎、今何歳ですか？まあ、21歳です。21歳、12月の25日でしたっけね、誕生日は。23です。23で、今度 22?、はい、今度22歳、まだまだね、伸び盛り、ね、茶帯でね、ダブルゴールド取って、でこの茶帯なのに黒帯並みる強豪を勝って優勝の平田浩志郎、もう凄まじいものがあると思いますね。下馬評でもかなりね、平田浩志郎の、ね、名前も上がってました。それについてはどうですか？本当になんか自分が優勝、なんか優勝するんじゃないかなって予想してくれる人たちに本当になんか感謝というか、まあ、ありがとうございますって感じです。はい、もう非常にね、いいパフォーマンスを見てくれました平田浩志郎。でこれから、2021年度、これ一つのピークだったと思います。はい、2021年度の8月、ね、8月8日に JBJ 全日本選手権でチャオビでダブルゴールド、そしてこの KIT で勝利で、2021年度他の目標何ですか？まあ、どんどん海外の試合も出て、
まあ、勝ちたいです。ねえ、まあ、でも平田コーチはもう国内では誰しもが認めるトップ選手、ただね、海外での、ね、戦績はまだない、はい、ということで、今年、海外に出ますね。入りたいです、はい、どこら辺の大会狙ってますか。まあ、大きなパンとか、まあ、パン今ないんですけど、はい、ムンジャールとかヨーロッパとか海外の大きな大会出たいです。そうですね、これで、ね、国内では、ね、もう確固たる地位を築きました。次はね、ワールドワイドにその名を轟かせてほしいと思っております、平田浩志郎、はい、じゃあ最後に、ね、皆さんにメッセージお願いします。今日、応援してくれた人たちとか、まあ、その試合する前から、まあ、その優勝を信じてくれた人ありがとうございます。またこれからも頑張っていきます。ありがとうございます。はい、 KIT 賞金トーナメント優勝、平田浩志郎でした。おめでとうございました。ありがとうございました。